事件の概要を発表する KCIA の金、京局長官。統一革命党事件は、北世規政権派の韓国において、金正安氏が組織した地下組織の統一革命党を、韓国中央情報部が摘発した事件。韓国では1960年代で最大の公安事件とされている。1968年8月24日。 韓国中央情報部は韓国国内で地下組織である統一革命党の結成に関わった人物の検挙を発表し容疑者たちが行った事件の概要を公表した。それによれば、金正康氏は北朝鮮から支持と資金提供を受けて革命組織統一革命党を結成し、主にソウル大学校に浸透工作を仕掛けて同大学のサークル、 経済福祉会を中心とする運動組織を構成していた。摘発の過程で、韓国当局は武装工作船1隻、ゴムボート1隻、トランシーバー7台、サブマシンガン12丁、手榴弾7個、無反動砲1丁、拳銃7丁と、実弾140発、12.7センチ広角砲1丁、銃機関銃1丁、レーダー1台とラジオ受信機6台、及び、 多額のアメリカが収穫ドルと日本円等を押収した。また、最終的に158人が韓国当局に検挙され、73人が起訴された。裁判の結果、金賞を安しら主犯格の4人には1969年9月23日までに死刑が宣告された。また、ソウル大でサークル経済福祉会を中心的に指導していた、 元韓国陸軍主官学校教官の猿坂井副は最終的に無期懲役となり思想転向を経て1989年に出所している。この事件の影響で韓国では革新政党に対する見方が厳しくなり、北正規政権の独裁強化も相まって社会の保守化が進んでいった。また、統一革命党は 王法院の判決で反国家団体と認定されたため、韓国国内で統一革命党を再結成しようとする行為は国家保安法違反で取締りの対象となっている。本事件の摘発後、KCIA は韓国国内で統一革命党の関係者による活動を確認していない。だが、北朝鮮の朝鮮労働党統一戦線部は対南工作の一環として、 統一革命党が実在するかのように行動しており、韓国向け地下放送である旧国の声放送の名称を一時期統一革命党の声放送としていたほか、2000年代以降はインターネット上で統一革命党の更新組織と主張する判定民族民主戦線のウェブページを運営している。また、北朝鮮政府は本事件で命を落とした金賞安氏の功績を評価し、 平壌の鉄道車両製造所に彼の名を冠して、金賞安市電機機関車連合企業所と名付けている。ネイバー、北、60、2019891115。ありがとうございます。